路線バス路線図停留所に掲示されたもの。撮影当時未解説の皿浜港平ら交換は掲載されていない。合資会社共和バスは沖縄県宮古島市のイラブ島日本社を置き路線バス、貸切バス事業を営むバス会社である。イラブ島島内各地及びイラブ島と宮古島を結ぶ路線バスの運行等を行う。従業員数は7名。 1958年に、島内で丸勝バスと、私久山バスの二事業者が、バスの運行を開始し、後に両者が合併して成立した。バス事業の免許年月日は1963年5月2日。利用者数は2002年度から2005年度の3年間で、半減し、2005年度の最終決算は、約1445万円の赤字を、 計上しているなど、会社を取り巻く環境は厳しい。2008年9月16日には、消費税率改定に伴うもの以外では15年ぶりとなる、運賃改定を実施した。2011年度の路線バス乗車人員は15,587人。約1,200万円の赤字となり、宮古島市より1,222万円が、補助金として交付された。 2015年1月31日に、イラブ大橋が開通したため、翌2月1日から、定期航路の代替として、イラブ島内の従来路線の延長の形で、サラハマ港から、宮古島の平良港までの区間を新設した。同日には、宮古島内で、路線バスを運行する、宮古共泳バス、八千台バスの路線も平良港に、 乗り入れ、平良港で3社のバス路線の乗り換えが可能となっている。2021年1月4日より、発着点が、平良港から、宮古島市役所へ移動。車両は大型6台が在籍している。現在は、中型車は2台で、小型車は3台在籍している。イラブ・サラハマ・経由平良線の1路線のみである。イラブ大橋の開通以前は、 皿浜港で高速船に接続するダイヤを組んでいたが、イラブ大橋の開通により、全便が、宮古島の平ら中心部までの運行となった。ケツの橋学園周りのイコールは、上里商店周りと同一経路の区間、宮古島市役所から、宮古島市の市街地を通り、イラブ大橋を渡り北上して島東岸部の、皿浜から精神し、 島中央部の伊良部高校付近を経由して島を横断し、島の西側の市街地で北上して、島の北西部の長浜地区にある、沢田車庫に至る路線である。主に県道90号、県道204号を経由する。一路線のみであるが、大きく、ルートは2種類ある。上里商店周りは、皿浜港高校入口間が、県道90号経由。 高校入り口滝府川間が、県道90号の南側の指導経由。滝府川沢田車庫間が、県道204号経由で、主に午後の市役所行きと午前中の市役所発便が、経由。ケツの橋学園周りは通学の便を測るためケツの、橋学園を経由する便で、主に午前の市役所行きと午後の市役所発便が経由。どちらも平ら市街地で便により、 宮古病院と宮古実業のどちらかを経由する。2019年に下地島空港の旅客ターミナルが開業したが、宮古島との連絡バスは、共和バスではなく宮古共栄バスが、新たに、イラブ島、下地島に乗り入れ運行している。自社ウェブサイトはない。ありがとうございます。